みなさんこんにちは。キラキラ夢チャンネルのゆめあです。今日は鬼滅の刃のガチガチをしていきたいと思います。イエイ。はい、今回は鬼滅の刃のねガチャガチャをねしに行きたいと思います。それでは行ってきます。レッツゴー。すごいね、硬いね。そこがね、出てるんだ。止まんないの。どうする？トラブル。トラブル。ちょっと一旦中止。家に帰ってきました。こんな感じでね、このね、しのぶさんのお手製箱に入れたわけなんですけども、今回私ねミスをしてしまいました。なんとこのボックス、カプセルが10個しか入らなくて、で思ってみればこちら全11種類です。で、なんとこれ10回しかやってなくて、それでまあこれ入りきらないからいいだろうと思って、そのまま外に出てっちゃって、外にあったガチャガチャを3回やっちゃったんですよ。私はだったら中にあったガチャガチャ入らなくても13回やったらよかったんだって思いましたね。そう思うよね。皆さんもちょっとバカだと思いますよね。なんですけど、そのことをもう考えないで、11種っていうことを忘れて頭からね。で、もう外にあったこのね3個のガチャガチャをしちゃったってわけなんですよ。絶対コンプはできないんですけど、まあね、せっかく言ってきたのね、開封していきたいと思います。はい、それでは開封していきたいと思います。てくるってじゃん、イグロさんでした。こんな感じ。
すごいね。あ、みんな立ってる風なんだね、これ。硬いんだけど、めっちゃ。お、開いた。こんな感じです。イグロさん。で、ちょっとラインナップをね、見せると、かまど炭治郎、あの、こちょっと、富岡義勇、古城忍、煉獄杏寿郎、宇髄天元、神戸祭り、時藤無一郎、姫島行、あ、ごめんなさい、目、イグロバナイ、千奈川さんに、親方です。はい。で、まあさっきも言った通り私はメスをしたんですけど、まあね、忍さんさえもう出れば満足で、まあ出なかったらチームみたいな感じなんですけど、忍さん出るように願って、ね、開けていきます。で、次、どこがいいかな、じゃん！はぁ、親方様です、こちら。パッパがパッパッパー。これね、結構硬いんですよ。こんな感じですかね。感じです。まあ後であの全部開封した後に全部全体像を見せるんですけど、次これ角からいくよ。あ、煉獄さん、煉獄さんです。かっこいい。開けていきたいと思います。パカッ、おっしょ、パッピラパッパッパーポッパー、煉獄さんです。こちらかっこいいです。やっぱり最近鬼滅の刃の映画が出てからは結構煉獄さんとかめっちゃ人気になってきてるんですよね。なので結構私煉獄さんグッズは嬉しいです。はい、次いくよ。バン、あー、煉獄さんかぶり、かぶりは開けないでいきますね。こちらに置いてきます。次バン、あー、もういくん、やった、これはかぶりじゃない。次開けていきます。あ、やば、これめっちゃ硬いね。おお、これですね、かぶったので、あと走るかな、走る、こうやるならいくよ。バン、富岡さん、やったやった、富岡さんかぶってはないのでいいですね。それで開けていきます。こんな感じ、いい感じですね。ピントさんが、しのぶさんお願いします。あー、イグロさんかぶり、残念。待って、あと2個じゃね、2個なんだけど。へー、最悪、しのぶさん出て、お願い。やったー、出た出た出た、嬉しいな。で、さっきも言った通り、このおまけの3個、ちょっと中身分かっちゃってるんですけど、入れていきますね、こちらに。やった、しのぶさん出た。それで開けていきたいと思います。マジでさ、しのぶさん出たから嬉しい。おー、嬉しいんだけど。出てないのが、こちら、炭治郎。こちら、うずいさん、いつりちゃん、姫島さん、さねみですね。で、まあ結構出てほしいのは、みつりちゃん。しのぶさん、かぶってみよう。やったー、嬉しいなー、嬉しいなー。しのぶさん出たので、満足です。なんだけど、いくよ。3、2、1、じゃーん、はぁ、姫島さん、やったー。まあ、かぶりが2個出て、みつりちゃんも出なかったんだけど、いいとしますね。まあ1,2,3,4,5,6,7,7 だからあと4種類が出なかったですね。はい、開封します。バカン、パン、わお、めじまさんです。こんな感じ。まあちょっとカップルとしては牛脂のカップルが出て、イグロさんが出てから、まあみつりちゃんも出してほしいよね。こんな感じのラバーマスコットです。この子たち4,5,6,7種類ですね。やっぱりこんな感じです。しのぶさん一番嬉しいのね。むいくん、煉獄さん、いぐろさん、親方様、富岡さん、姫島さんです。ちょっとやっぱりもうミスってるからコンパはできないんだけど、しのぶさんが出てめっちゃ嬉しかったので、次のね、3個開けていきたいと思います。はい、これバイバーイ。次行きまーす。ルル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 ル。これに決めました。ドン！こちらですね。玉代さんなんだけど、炭治郎、ねずこ、伊之助、まこも、玉代、ゆしろ、るい、むざんっていう。最後にちょっと開けていきたいと思いますね。次、ぷっぷけぷっぷっぺー。あ、待って、ごめんなさい、ちょっとさ、パッパガパッパッパーとかさ言ってんだけど、ごめんなさい、もう一個ね、なんか足りないなと思ったらもう一個ありました。はい、ごめんなさい。それではいくよ、じゃん、
ちょっとかぶりで残念なんだけど、もう一個ありました。はい、ごめんなさい、なんかおかしいなと思ったんです、カプセルの数が。でも結局無理でしたね。はい、次。あ、ここボロボロボン。あ、イノスケですね、こちらは。こんな感じ。まあ、最後に詳しく見せますね。なんか青いんだね、これ青い。最後ボン、こちらです。無惨です。こんな感じですね、無惨です。一番欲しかったのはレズコとかマコモかな、欲しかったのは。じゃあまず一番最初にやった玉代さん、なんかね、これ刺せるんですらしいですよ。シールをお剥がしください。貼ってあるのシール、これ。ええ、どういうこと、どういうこと、これ。青いこのシートが取れるってこと。あ、取れました。じゃあ表取っていきますね。はい、取れました。バン。じゃあちょっとこのあと2人も開けてシール取っていきます。早送りスタート。これは下の部分なんですけど、全部ねできました。まず玉代さん、こんな感じです。見た目は、裏はこんな感じ、こんな感じの玉代さんでしたね。で、まあ猪之助はだいたい予想がつく気がする。かっこいい、猪之助好き。裏バンだそうです。次、無惨、無惨が一番楽しみ。無惨、はい、裏、ブン。こんな感じです。で、ちょっとさ、これさ、これもまさかテープ取るパターンじゃないよね。ちょっと一回開けて、まあね、刺してみたいと思います。はい、なんかね、これ取れましたね、取れました。でも青らしいです、そのもの自体は。そう、なんかアクスタってさ、あんまり飾る場所とかないから買わないんだけど、ガチャガチャでちょっと後ろも可愛かったので買っちゃいました。こんな感じで、ちょっとこのね、しのぶさんとかのも開けていきます。はい、開けてみました。こんな感じですかね。まあ結果として、まずこっちのラバーマスコットの方は出なかったのが炭治郎、うずいさん、めつりちゃん、ちゃねみですね。まあ残念な結果なんですけど、こちらのしのぶさんが出たのでとても嬉しいですね。かぶったのもあるんですけど。で、アクリルスタンドで、まあ出ないのは当たり前なの、3回しかやってないから。で、まあ出なかったのが炭治郎、禰豆子、マコモ、ユシロ、ルイですね。で、まあ結構でもさ、思ったのが、マコモいるのにサビといないのって思いましたね。まあね、こんな感じでした。どうだったでしょうか。もうミスでコンプはできないって分かってたんですけど、日野部さんが出たので、まあ今回はね、許したいと思います。もしこの動画が少しでも、いいな、面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。 TikTok と Twitter もやってるので、そちらを見てください。バイバイ、また見てねー。